おいお前、ちょっとこっち来い。いいから早く。また殴るよ前みたいにボコボコにされて泣く羽目になってもいいのか嫌だよな。たくさん殴られて体中が痛くて動けないのにさらにお腹蹴られて死んじゃうところだったもんな。最初からそうしとけばいいんだよ。 それじゃあ、ここ。ベッドの上に仰向けになって。そうそう、いい子だ。よいしょっと。俺に馬乗りにされちゃったね。さて、今から何をしようかな。そんなにブルブル震えちゃって。お前は何されたいだんまりか。 じゃあ何してもいいってことだな。首、締めてやるよ。最近首、いじめてなかったもんな。久しぶりにされて嬉しいだろ嬉しいよな。ちゃんと受け入れられて、偉いぞ。ほら、締める前にこうやって、私の爪で首をカリカリしてやるよ。 どうだ気持ちいいか首締めもそうだけど、これもお前の命を握ってる感じがして、楽しいよ。私が少し首に爪を食い込ませれば、悶絶させることができるし、なんなら、殺せちゃうしね。あれ目閉じてる。おい、何寝ようとしてんの 私眠っていいなんて一言も言ってないよね。ほら、顎あげろ。顎あげろって言ってんだろ。たく、手間かけさせやがって、ちょっと甘やかしたらすぐ調子乗りやがって、俺に飼われてるってこと忘れんなよ。こうやって、お前の首を俺の手で包んで、首締めるぞ。ん どうだ苦しいか苦しいだろ気道を閉められてまともに呼吸できないね。このままもっと閉めたら体に酸素供給できなくなって気絶まっしぐらだね。それと、ここの首の横、頸動脈があるんだけどね。ここをギュッて圧迫すると、 すぐ飛んじゃうらしいよ。俺の友達が言ってたんだお前で試してみようかなって冗談だってそんな顔すんなよお前はペットなんだから黙って俺の言うことを聞いてればいいんだよそれが自己防衛につながるって分かるだろ反抗しても絶対勝てないんだから。 ああ、もう落ちそうだね。目がうつろになってる。ちょっと涙目だし。はい。話してあげたよ。必死に息吸ってる。面白いね。酸素が肺に満たされる感覚と脳に血が巡る感覚。最高だろ落ち着いたかよいしょ。ほら、こっち。 俺の胸に抱きついてこい俺の体で包み込んでやるよぎゅー俺に抱きつかれて離れられないなおとなしくこのまま寝ろよはあはあはおいちょっとすぐこっち来いいるんだろはあいない窓が割られてる なんでこのタイミングでとりあえず捕まえにいや外であいつのこと見つけたらその場で襲っちまうな公共の場でそれはまずいくそ業者呼ぶかこんなのに金かけたくないなだが背に腹は変えられない絶対許さないからなガラス割った分も含めて償わせてやれ はい、お疲れ様です。お釣りはいいんで、早くそいつください。ありがとうございます。なんで逃げたんだなんでこんなタイミングでうんお前のせいでこっちは大変だったんだぞ。ほら、口開けろはぁ。はぁ、あ。はあ お前へのお仕置きは後で決めるとして、今からお前は、俺の性処理の道具になってもらうからな。お前が逃げたせいで、俺は数時間我慢することになったんだからな。いつもだったらもっと優しくしてたけど、今回はできそうにないね。ま、お前が100悪いんだから仕方ないよな。せいぜい俺の死虐心を刺激しないように、気をつけることだな。 あ、起きたああやばれないの拘束されて動けないんだからそのあざああ覚えてないんださっきまでちょっとお前のこと襲ってたんだよその時にやったやつだね首にも髪跡とかたくさんあるよそんでお前が途中で飛び上がったから解放してやってたんだよそれはいいとして 今回のお仕置きについてだけど、お前はこれから、この拘束具をつけた状態で生活してもらう。今までは部屋の中での移動は自由だったが、それがなくなったというわけだ。で、まだ終わりじゃないぞ。窓を割ったことや俺に業者を呼ばせたことについては、また別問題だ。お前が、今まで以上に私に尽くすと誓うんだったら、 許してやるよ。もちろん今まで以上に暴力も振るうし好きな時に俺の相手してもらうからね大丈夫大丈夫薬とかで壊れないようには調整してやるから約束できるか賢明な判断だ自分がどれだけまずいことをしたかよーく思い知るんだな これからの生活、とっても楽しみだね。